どうも高井です。なぜ子供は親を信用してくれないのかって話をしたいですけど、まあ、そもそもね、私のおじいさんおばあさんはよく小さい頃に、あなたの親が成績オール5だったのよって言われてましたけど、私はその言葉を聞いて本心では、じゃあ証拠を見せてくれよと思ってました。だけど口では言わないですよ。まあ、それとね、今でもそうだけど、うちの親は、特に、父親なんですけど、自慢話しかしてないし、自慢話と説教話しかしない、人に対して。だから、イライラするじゃないですか。人の自慢話は楽しくないもんないしね。まあ、子供にとっての親のね、その成績をという目安で、年収だったり、生活水準だったりするんですよ。遠出をして、要するに買い物だとかね、他の家よりも豪華だったり、他の家よりもまあ交渉がうまかったりとかね、そういう細かいところを子供見ちゃうわけです。私自身もまあ正直見てましたよ、そういうの。だけど遠出をしても大抵自慢話はするし、でちょっとどころか相当見え張ってるし、見え張ってるってことはお金に飛ぶってことじゃないですか。車はいいものを買おうとするし、家はすごいね、豪華に建てようとするし、で豪華に建てようとしてるように見えてんだけど、変なところでケチったりするから家もガタガタになっちゃったりするし、その親も見栄を張れば張るほどお金飛ぶから、うちの態度相当やばいわけですよ。やばいっていうのは口が悪くなる、態度が悪くなる、もう生活態度がやばかったですかね。そういう子供に見えちゃうところで信頼すごい失ってるわけですよね。だからそういう意味でもこういう本読んで考えてみると、もしかしたら今の親の人たちが子供に信用されていくんじゃないかなって思うんで、読んでみてください。それでは。